はいはい、どうも松尾修造の彼知ってますなんですけどね、今日ね、就活と言いますか、採用というのは企業の採用が最近また変わってきたということでね、まあ、どう変わったかと言いますと、企業が、まあ、内定するときに感動の演出をするということで、まあ非常にそのいい子っていうのはもう何社もこう受かるらしいんですね今。でダメな子は全然こう受からないっていうのが今実情でして、その人を取るために企業もやっぱりこういい子を取るためにいろんな子をしてまして、例えば内定をした、まあ、面接を受けてすぐに内定を出すとかですね、で内定を出した時に花束を送るとかですね、まあ、そういうような感じで、まあ何社も決まった時にこの会社がいいなと思わせるようなことをする企業さんが非常に増えているということなんですね。まあ、そういうふうな中で内定を出す段階で、まあやり方がいろいろと変わって握手をするとかですね、ありがとう一緒にやろうなって頑張るとかいう、まあ、そう感動演出をさせるといいますかね。よしくは、まあ、いい子を確保するために、まあ、企業もいろんな手立てをしているという今日は、ね、紹介です。これ題名なんて書こうかな。就職活動採用内定感動なんて書こうかな。松尾修造のこれ知ってますでした。これからオリンピックの成功で結局なりますね。楽しみです。これは何なんやろ。